4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. ここ左行った方がいいよな、多分。源氏は。やべ、手裏剣当たんね。危ね、ウルトたまんないかと思った。マックリーじゃなくてキャスイー来たか、キャスさん。まあ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 、まあ、一旦ね。おぶね、フラバンだったら死んでたな。でも今のは、やめてー。うわー、マジかよ、全然死んじゃった。やべー、今みたいな時にやっぱ昔より研ぎ澄ますには、コマハガイシがやっぱキャンセルできるっていうのがミソだよな。やっぱ昔は出したら出しっぱだったから、竜神拳中あんま出したくなかったけど、コマハガイシ今は結構適当に出しキャンセルできるから。なんかダサいな。
ああ、普通に TWICE なのね。いや、なんか他に読み方あんのかと思った。別にいいだろ、それぐらい。 TWICE も TWICE も。うわ、今のとかもな、切れたらな、切れたらってか、あれをキャンセルして、キャンセルして殴れたら殺せてる可能性があるんだよね。え、そう考えるといいなの、やだな、この破壊士が。これいる？いるか？今みたいに、今の俺のウルトの方がいらなかったなっていうか。いや、でも人数不利、今みたいな状況普通に負けるからな。そう、な、意外と人数差でね、負けること結構あるから使った方がいいね。ほら、これもさ、めっちゃ余裕かと思えばそうでもない。ほら、負けそうなんだよねこれ。なんか意外と4-5で負けみたいなの結構あるから、やばい、やばそうこれ。死んでし、あー死ぬ、あーマジか、惜しい。打たないからやっぱ。このキャラね、スライディングマジ強いわ。スローも強いし、マジで弱いスキルがない。知ってんだよな、いるのは。トレーサーかと思った、残ってたの。たまに使ったりする。あと隠れる時とか、みんなで裏取りする時とかに足音消すね。なんかゲンジだとここのゲートのところで当たる時に足音消していかないとバレちゃうから。は
ガチ一瞬で死んだ。逆にいいな、逆にキャラ変えられる。40秒か。第2で止められたらいいけど無理だろうな、ウルトサで。3人で押してないからもう一回当たれんなこれ。いいや、サージファイター。うわ、ジャンクラの方が良かったな。ここウルト俺ないし、サージに合わせた方が良かったな。あれ相手交際あるな、これ。まあいけそうだけどな、無理か。で、うわー、最後までいっちゃったな。まあ俺らも攻め頑張ろう。まあファラはシチュエーショナルピックだね。やっぱ明確に刺さる刺さない構成があるから、あこことかあれだしな。開幕スナいそうだな。そう、うわ死ねない。あやべ。うわー、ここでハッキングはだるいな。あはやべ、忘れてた。マジ忘れちゃうわこのキャラのさ、この技。ガチで忘れがち。うわっ、あ離れちゃった。まあこれよな。あ普通に5人いたわここ。